2012年2月18日、福島県伊達市、霊山町、下国地区に来ています。この場所は福島第一原子力発電所からおよそ55キロの距離にあります。文部科学省が公表している放射線量等分布マップによっても比較的放射線量が高い地域となっています。空中の放射線量は胸の高さで現在 1.92 マイクロシーベルトパワーです。道路脇の縁石のところに泥が溜まっていますので、その上で放射線量を測ってみます。11.61 マイクロシーベルトパワーです。11.29 マイクロシーベルトパワーです。